第4試合です。ビターゼ・タリエル久しぶりのリングスマットであります。そしてレナート・ババル、こちらは前回の KOK 準優勝、これも熊子さん好カードの一つですね、はい、そうですね、あのババルはですね、トーナメントのですね、はい、最有力優勝候補と言っていいと思うんですよ、はい、であの本当にリングス、今のリングスでですね、僕一番強いんじゃないかと、金原選手の隣で申し訳ないんですけども、はいはい、思ってるんですよね、まあ、言ってみればこれ本当新旧最強対決というか、そういうカードですよね。なるほど、はい、金原さん、今の熊子さんのコメントを受けてどうですか。そうですね、あの、ババルがですね、前回来日した時よりも、ずいぶん体を締めてきたんです。そうですね、だからこうスタミナとトーナメントということで、2試合しなきゃいけないということで、スタミナとスピードをすごい重視してきたと思うんですよ。なるほど、それがどう出るかがちょっと見たいですね。相手がその151キロ49キロの差ですから、ノーバックブロー、バックブロー、バックブロー、そしてタックル、あ、早い早い、あっという間に2メーターが寝かされてしまいました。さあこの大男を抑えつけることができるんでしょうか。乗っていきますよ、乗っていく、49キロ軽いこの男が乗っていきます。まずこの大きな胴回りに右の膝をあたがっていきました。さすがにニーインザベリージは抑えきれないですね。マウントドライバー、はい、ジュリー腕決めてますね、ですね、でそうですね、狙ってますね、決めながら、さあどうしようかという、あっとタリエルはこのままくっついてていいのか。タリエルはこのまま硬直を待ちたいですよね。硬直を、はい、どうでしょう。さあ完全にマウントになりました。いや横からのマウントになってます。さあ、あ、危ない危ない危ない、顔面を殴ってはダメです、首から上を殴ってはダメです。おお、スタンドになりました。そして相手の人は腕しぎ逆十字の体勢です。さあ十字、腕十字、今にいなきゃダメです、ね、しかしこのあもう切れなかった、パワーで抜けた、パワーで抜けた、タックルだ、いや物差しか、いや流しつけていく、タックル、タックル、タリエルがバンバン上がってしかないですね。タリエルがくるくる回ります。タリエルを追い重ねる、そうだそうだ、タリエルは体重があります。お、下になりました。どこから何してるか、これはブレーキか、ブレーキ、いやーお客さん大喜びです。これはすごいシーンが展開されています。タリエルは追いかぶさって、あの首に腕の乗っけるだけだけど巻いてるダメージがありますからね。なるほどね、ビターゼ・タリエルは前回 KOK トーナメント1回戦負け、それもそのはず、あのギルバート・アイブルでした。波乱がいくつ起こっても不思議ではありません、この KOK トーナメント。どんなことがあっても不思議ではないんですが、おっとっとっと、こちらはどちらが勝つか本当に予測が難しい戦いになっています。バーバルは結構バックブローを離しますね、バックハンドブロー。そうですね、あれであの上に宙でそらしたらタックルいく作戦でしょう。しかしもう読まれたのか、あーネックハンド、ネックロック、ネックロック、この身長差が生かされています。そして離してない、離してない、金原さんこれどうですか、どうですか、どうですか。いやもうまだ完璧じゃないですね、まだ完璧じゃない、はい、あーちょっと緩くなりましたね。ただ力が強いんで下からもう引き寄せてるって感じですね。ババルはどうやって取るのか、この太い腕をどうやって外していくんでしょうか。危ないですね。さあ今度はババルが一転してチャンス、ババルは落ち着いています。相手の大きな頭の上に乗りました。あと大きなボディに一発、今度は背中に、サイドを狙いながらコチコチとこの腕が開くのを待っています。タリエルはだけどこのロックをなかなか切りません。しかしグローブがついてるとまたいつもとは違うかもしれませんが、さすがに49キロババルもなかなか寄せづらいというような感じであります。ババルもこんだけ巨大な相手とは戦ったことないでしょうからね。あー届けた、届けた、あー終わりました。隙ができてしまいました。タリエル1ラウンド2分58秒腕ひしぎ逆十字型でレナート・ババル選手の勝ちでございます。1ラウンド2分5